海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。豊かな自然が広がる佐賀市東岡海岸。綺麗な海を未来に残そうと、地元の企業や親子連れおよそ900人が集まり、清掃活動アクトクリーン佐賀が今年も展開されました。よし、OK。自然を変えることは大変難しい問題だと思います。ゴミを出さない、流さないという基本の気持ちを持ったら、ある程度環境は保たれるんじゃないでしょうか。この干潟の中でいろんな生物が生息しております。生息する環境を守ってですね、活力ある海になっていったらいいと思います。この日集めたゴミはおよそ 3.3 トン。流れ着いた多くの葦や流木の中にはペットボトルやプラスチックのゴミなどもありました。一人一人ゴミをやっぱ拾って捨てない子たちが増えてくれたらいいなと思います。ゴミを捨てたらなんか魚とか生き物が生きられなくなる。世界に誇れる干潟だと思うので、これはもうずっと後世に残していかなくちゃいけないんだろうなと思うんですけどね。豊かな地元の海の環境をみんなで守っていきたいものですね。海と日本。